日清中華街のサクサク唐揚げ粉、これでできますかどうか。よく考えたらね、ここ油のね天ぷら鍋がないんですよ。フライパンでやるんですけど、いけるかな。これを水に溶いてですね、グリグリグリと。そして昨日仕込んでおいた、唐揚げでっけえやつをぶち込みます。味かなり染み込んでんじゃないかね。ほらな、すげえ、ほら、ジャンダレチキンですよこれね。で、油が、適温になるまで待ちます。こんなもんで果たしてできるのかな。油も少ないし、卵焼き器だし、しかしこれしかないんでしょうがない。やります。なんとかできましたね。ちょっと色悪いですけどね。まあいい匂いしてますよ。詰めていきます。なんか色の悪い弁当だな。茶色いぞ。茶色いのにこの花を添えましょうかね。この黄色い壺漬けが、この茶色い野原に咲く花のようにね。このぐらいで入れたらどうだ。よし、はい、出来上がり。唐揚げ弁当です。あっち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 っ。され。暑いっす。桜は咲いたが暑い。咲いてますね。いいっすよこれね。ではご飯をいただきたいと思います。じゃん、唐揚げ弁当です。いい感じ、いい匂いだな。いただきます。あ、うまい。どうかな。うん、うまい。うん、いいな。味が染みててうまい唐揚げ。山犬、おとなしくしとれ。なんの、あ、あ、うるせえ。まだ桜は満開じゃないですね。うん、でも今日は本当天気が良くてね、汗ばむぐらいですよ。汗かいた。
な桜。うん、肉もうまい。どんな弁当が好きなのかって話したことあるんですよ。茶色い弁当って言ったことあるんですよ。なんですかそれと思ったんですけど、確かに茶色い弁当って分かる気がする。うまいよ。うん、うまい。景色もいいし、お腹ペコペコだったんでね。あっちまで食べた。これおお、すげえ。おお、口の中いっぱいだ。うん、うまい。すごい日差しが強いよ今日。うん、うん、うまい。最高ですね。天気もいいし。かなり弁当ね。食べちゃったこれ。うん、うまい。あ、うまかった。あー、気持ちいい。桜も綺麗だ。うわ、風が気持ちいいな。おいしゅうございました。皆さんもぜひ花見弁当ねやってみてください。季節限定ですからね。もう今しかできませんよ。ね。おお、うまかった。それでは。